阪神・淡路大震災で学生39人と教職員2人が犠牲になった神戸大学では、きょう震災慰霊献花式が営まれました。六甲台第一キャンパスにある犠牲者を追悼する慰霊碑の前で営まれた式典。今年は新型コロナ対策のため、遺族と大学役員のみが参列し、黙祷を捧げました。学生39人と教職員2人が犠牲になった神戸大学。武田博史学長が代表で花束を手向けた後、遺族や教職員が慰霊碑の前で献花しました。だんだん年取ってくるとね、残念で、今も追ってくれたらなっていうね、だんだんこっちの方が年取ってくると思いますね。毎年この日になると何年経ってもあの日に戻る気がしますね。あっという間に時が遡ります。本当に命の意味を知り続けることができたので、本当に天国で会えたらお礼を言いたいですし、はい、今もありがとうっていう思いですね。震災から昨日で26年、訪れた遺族らは日の前で手を合わせ、亡き人に思いを馳せていました。